動いてる？動いてる？これ動いてる？動いてる？動いてる？どうも。ドクチョン TV のですね、YouTuber 個人です。ね。ついにですよ、チャンネル登録者数が1000回復してね、最新作が始まりました。アメトロ！パチ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 。ということでね、また来月ぐらいから YouTube の広告収入が入ってくるということでね、もう僕の懐もこれでね、ああ、ね、ああ、これで安泰ですよ。ああ、YouTuber だからなんせね、ああ。だって、YouTuber だいぶ減らされた中での YouTuber でしょ。僕だいぶ広告収入期待してるんですけど。ああ、今回は期待してるんだけど。ね。ということですよ。はい。でね、もう YouTube の収入がすごく大きくなったら、もう仕事を全てやめようかな。やめたいわ。やめたい。仕事を辞めたい。とりあえず仕事を辞めたい。明日も仕事なんだけど。明日も仕事行かないといけないんだけど。ナンバートランクルーム .com すげえな。え、あのビル一体がトランクルームなの、あれマジで。はあ、あの手前のビル全部トランクルームなの。はあ、すごいね。隣はまあマンションだろう、どう見ても。あ、司興産な、司興産、はいはい。4400111つかさのウィークリーマンションの司興産ね。ワンルームマンション、ウィークリーマンションでボロ儲けをした。こんなでかいトランクルームよ。でかくない？このビル一棟トランクルーム。でかくないっすか？マジやばくないっすか？トランクルームでかすぎだろ。うちの事務所何個分やねん。うちの事務所3つ合わせてもこの広さにならないわ。はあ、これトランクルームだって全部。すげえな。すげえな、これ。マジかよ。うちのね、K2 グループさんはね、こう見えて、事務所だけは3つあるからね。はあ、また1つ、あの、チャットレディ、何だっけ、プロダクション。スタートしちゃったよ。もうどんだけ仕事増えていくの、俺。ほんま、やばくないですか。やばくないですか。またワンルーム借りなあかん。もう部屋借りたくってそこチャトレルームにして、なんかそこにお姉ちゃん掘り場なくってみたいな。あ、この通りもスッキャメン元町店やけん。スッキャメン出前専門、スッキャメン、スッキャメン、スッキャメン元町店、スッキャメン。大体ここのね、電話受付、中国人。エスケビッツって。あ、いつもの、あの、どこビルやけど。エスケビッツ、お注文は、天津飯と味噌ラーメン。エスケビッツ、数分後には、キキーって。ありがとうございました。作り置きしてたんかいぐらいスピードに持ってきようねんけど、あいつら。そうか、元町にもあるのか。大黒町でも配達してくれそうやな。じゃあやばいな、出前とか取り出したらもう絶対やめとこう。俺もうこの事務所では絶対飯食えへん。誓う。こっちの事務所では飲食禁止。いや、お姉ちゃんたちは好きなように飲食したいけど、俺は飲食せえへん。
タバコ吸うのとかも好きなように吸ってくれたらいいけど、俺はもうタバコもせんし、飯も食えんし、うん、太ってまうわ、ブク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 になってまうわ、そんなもんしんどい、あでもチャリンコであんまりこの辺うろうろするとあれやな、あの僕の事務所の場所がバレちゃうな、マジで？え、やめたの？あ、そうか、やめてんのか、そうか、やめてるって言ってたな、あまり気負わないことね、そうそう、あ、吸ってなかったわ程度ぐらいの、うん、やめなあかんとかなるときつくなるから、あ、すごいすごい、うん、そうだからね、あの苦しい、やめなあかんと思うとしんどくなるから、あ、タバコをやめ忘れた、あ、そんなもんあったよねぐらいな、うん、ちょっと最初喉乾くからお茶とかよく飲んでね、ごまかしてたらいいよ、いつか慣れてきて、あれタバコなんか吸わんでもええやんってすぐなるから、うん、結構早かったよ俺、最初3日持つかなとか思ってたけど、意外とね、維持になって、まあいいやと思って、まあ持ってなかったからね、持ってたら吸ってまうけど、もう1本もなかったから、もういいかと思って、その分お酒飲むようにしたから、うん、まあ太ったけど、太っちゃったけど、ライフもあるわ、ライフもあるし、玉でもあるわ、くら寿司もあるし、籠の屋もあるわ、ああ結構遠いのよな、難波から、難波から大黒町って近いようで遠いのよな、そんなに遠いかって言ったらそんなに遠くないけど、近いようで遠いのよね、近くはないのよね、そうそう、ああいつぐらいに YouTube のパートナープログラム審査通んねやろう、通常期は1週間らしいけど、今混んでてなんか4月の末までにはみたいな、もし4月の末までにまたチャンネル登録者数が1000人切ったらどないしてくれんねんと思うよ、早くしてくれるか、1000人超えてる間に審査してくれるかみたいな、超えてきて超えてきて超えてきてって繰り返したらしんどいやろみたいな、今日はとりあえずね、チャットルームにカメラをつけに行こうと思って、うん、でこのカメラでいけんやったらもう一個あの長堀用にもまたこのカメラ買えばいいし、あ、やばいな、これもしかしてあの道出ちゃうんじゃん、あもうそろそろカメラ隠しとかな、カメラ隠しとかな、居場所がバレてまう、この辺からポケット行きだ、君たちはこの辺からポケット行きだ、うん、YouTube なんかのことはもうこれバレるからね、事務所、事務所バレるから、事務所バレたらめんどくさいから、はあ、大黒町レジデンスの場所がバレたらやばいから、出さないわ、出さないわ、あかんかん、ね、カフェオアシスの近くやとかそんなバレたら困るでしょ、みんなすぐ来るんだから、なんだかんだ言ってね、イチリアっていうラーメン屋の美味しい焼き飯の置いてるラーメン屋の近所とか言ったらみんなすぐうわーって寄ってくるでしょ、
さあ、じゃあ入ろうかな。なんかこの事務所意外とこの事務所に関わるのよね。よし、なんかコーヒー飲んどいてやるか。貝面代わりに、貝面代わりにコーヒー飲んどいてやるか。
YouTube 収益したやつ人はあれやったでしょ、あの YouTuber やったでしょ。 YouTuber のあれよね、あの恨みって怖いよね、マジで。1593時間ね、1000人昨日1001人やったのに1人減っとるやんけ。どういうことやん、減っとるやないか。あ、カメラカメラ、カメラどこに置こうかな。ディスプレイ、あー、このディスプレイこれか。しゅんちゃんさん、ただいま工人。おお、帰りしゅんちゃん。君だけやでちゃんと仕事してんの、ほんまに。ほんとに。まあ、あとのおっさんどもはね、いつもこいつももう無職でね。あ、もうろくなやついないよ。プラスドットマイメロドットプラス三無職の童貞にいいと、わらわらわら。本当にね、もうね、そんな人多いよね、うちの学校。やばくないですか。あ、電池がやばい、電池がやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、あれID これじゃなかったっけ。しゅんちゃんさん、相変わらず暇そうで安心したわ誰が暇や、暇じゃないわ、暇ではないわ。こんな枠5人も見てるってどういうこと、バカなの。今ちなみにね、絶賛デリヘルの事務所から放映中ですけど。あと何分、こんな枠あと何分。あ、まだ10分もあるのか。ちょっと一回カメラのあれに変えるね、パソコンに変えます。じゃあね、皆さんありがとうございました。いろいろな設定で僕は忙しいんだから。ありがとうございました。プラスドットマイメロドットプラス3ももさんがフォローしましたって、わら。え、どういう意味。あれ、カメラやっぱ使えないわ、なんでやろう。カメラは使えないな。ツイキャスやったらいけんのか。
カウント名がわかんねえや。わかんない。ツイキャスログインができない。一回じゃあこれを再起動してみっか。しゅんちゃんさん、そこ新事務所の方。こっちはあの新事務所の方ですよ。大ちゃんさんおひさ、結局どっち借りたの？お高い方の事務所。大ちゃんおひさ、まあお高いって言ってもまあ4万2000の生ポマンションなんで、ね、しゅんちゃんさん、個人 YouTube のチャンネル登録やめてもいい？やめんのやめんなよ、やめるのやめろよ。あかんあかん、今余裕ないねん。今ギリギリ1000人で余裕ないねん。やめたらあかん。またチャンネル登録してください。チャンネル登録ほんまよろしくな。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録ほんまよろしくな。この動画が面白いと思うやつがおると思う。面白くなくてもチャンネル登録して。そうそう、ふわっちな、ふわっち、なんでふわっちできへんやろ。ここからせっかくカメラ持ってきたのに。一応ねプラスドットマイメロドットプラスさん、チャンネル登録しても見ないやつ多い。どうも後人です。肉まんです。大ちゃんさん、大阪だと福祉アパートっていうの？肉まんのお裾分け。あ、福祉アパートっていうかもしれないね。まあ、僕は生ポマンションっていうけどね。あかん、やっぱカメラが反応しないわ。なんでやろう。あ、設定がいいのかな、もしかして。これ設定いるやつ、もしかして。カメラはここには反応してんのにな。あれ設定ってどうすんのやったっけ。配信数違うな。配信設定違うな。なんで、ああ映った映った、よかった映った。あ、こうなるわけね。なるほどなるほど。あ、いい感じやな。じゃあちょっとパソコンに切り替えます。ありがとうございました。あの PC